はい。どうにかそちらの階段上がってまいりました。まあ、するとね、まあ、こちらに説明板がございましたよ。県指定の史跡です。まあ、高塚古墳って読むのかな。まあ、この古墳は、東西に伸びる丘陵にまたがるように築造された、二段築制の前方後円墳である。全長60メートル、後円部直径35メートル、前方部の幅47メートルである。吹石が前面に吹かれ、基段部は自然地形の丘陵に寄せ、土を、寄せ土をして構築し、上段部は全面盛り土である。埴輪が基段円辺及び後円部、墳頂部に充実していた。まあ、継承埴輪は前方部南側を中心に、まあ、武装男子、まあ、清掃の女子、太刀、雪、友、盾などが出土している。後円部の南側に自然石の巨石の両袖型横穴式石室がある。石室規模は全高 10.6 メートル。現室長 6.5 メートル。同奥幅 2.2 メートル。同高 2.8 メートル。船道長 4.3 メートル。同奥幅 1.3 メートル。同高 2.8 メートルである。さらに、船道入り口部前面には、長さ6メートル、幅 1.8 メートル、高さ 0.8 メートルの墓道を有する。まあ、出土遺物はね、埴輪以外に、末木大月壺、貞平、高月、弾き類等が出土している。本古墳の築造時期は、石室の形態から見て、導入期の横穴式石室から、一時期、後の時期のものと考えられ、6世紀中頃と推定される。ほほー。まあ、こういった感じのね。まあ、こちらがね、後円部南側についている、両袖型の石室の入り口ですね。こういった感じね。まあ、向こうがね、前方部、四角い方ね。トビが鳴いてますね。はは、あ、いたいた。追いつかないか。じゃあ、どうしようかな。また、石室入ってみましょうか。はい、それではね、覚悟を決めて入りましょう。足元気をつけましょうね。おお、すごい。まあ、玄門かな。あ、確かに両袖型にはなってますね。そしてね、こちら一段低くなってますね。こういった作りも珍しいですね。すごい。
はい、ここがね、玄門部、まあ奥壁ですね。まあ6世紀中頃ね、天井石、すごく大きいね。こういった感じの石室ですね。はい、それではね、高塚古墳、こちら石室内部でした。それではご視聴ありがとうございました。